超満員の大阪府立体育会館の館内に、吹けよ風、呼べよ嵐、アブドラ・ザ・ブッチャーのテーマが流れます。これからアブドラ・ザ・ブッチャー、ザ・シー組に対しまして、ビル・ロビンソン、ホースト・ホフマンのチームが対戦いたします。世界オープンタッグ選手権大会、いよいよ終盤大詰めに入りました大阪府立体育会館でございます。超満員7500人の観衆で膨らがっております大阪府立体育会館、土俵のようなざわめきが聞こえます。今アブドラ・ザ・ブッチャーを先頭にザ・シーク史上最悪コンビが今リング上に登場いたします。今日のベールをかぶりましたアブドラ・ザ・ブッチャーがまず登場、そして白いベールをかぶりましたアラビアスタイルザ・シークが出ました。この両チームに日本テレビから花束が贈られる予定でありますが、そのセレモニーができません。花束を投げつけましたアブドラ・ザ・ブッチャー、そして今ビル・ロビンソンとホースト・ホフマンのチームがこのリング上に登場いたしました。ブッチャー、そしてシークが登場いたしますと、この会場、そして放送席にも戦慄と恐怖が散っております。山田さん、何か試合開始前からちょっと荒れてますね。そうですね、あのブッチャーがね、新しい空手技ですね。なんといっても、世界の最強悪コンビと、それからヨーロッパを代表するテクニシャンコンビ、今日はもう本当にいわゆる悪とデクニックの対決ですね。そういうことですね。さあ、ブッチャーが柔道にスタイルで登場しております。今ザ・シークがアラーのために祈りを捧げますが、それを真似しておりますビル・ロビンソン、人間風車の元祖であります。同じような格好をしております。このあたり不気味なムードを漂わせておりますザ・シーク、そしてアブドラ・ザ・ブッチャーであります。ロビンソン余裕がありますね。ヨーロッパ代表チーム、今日の相手はビル・ロビンソン、ホースト・ホフマンであります。無敵のヨーロッパ最強コンビであります。一方はアフリカ中近東代表、アブドラ・ザ・ブッチャー、ザ・シーク組であります。大阪大会まで勝ち点が10、6戦しまして5勝1リングアウトであります。一方のロビンソン、ホースト・ホフマン組は勝ち点が7であります。7戦して3勝3敗1時間切れ、引き分けであります。この試合がビル・ロビンソン、ホフマン組にとりましては最終戦になります。この試合をさばきますレフリーは NWA オフィシャルレフリーのジョー・ヒミツであります。今ゴングが打ち鳴らされました。先陣を切りますのはザ・シーク、そしてビル・ロビンソンであります。ビル・ロビンソンが今日もシークを攻撃させように、その先ほどやりましたアラビア風の祈りの形をしまして、非常にエキサイトしましたザ・シークが椅子を投げつけました。さあ今度はその椅子を持っておりますがビル・ロビンソンであります。後ろからはアブドラ・ザ・ピッチャーが狙っている。シークと組んだオマタイフルは非常に威力を倍増しております。この大会引き荒れております。アブドラ・ザ・ブッチャー、ザ・シークになります。さあ今度はビル・ロビンソンが片手で椅子を振り回しました。止まらずザ・シークが場外に逃げ込みました。どうですか山田さん、この両チーム素直に試合が収まりそうですか。そうですね、とにかくシークがねものすごくエキサイトして試合にならないですね、はい、しかし山田さん、ブッチャー、シーク組はこの大会ではですね、ラフファイトながら非常に緻密な計算された冷静なファイトをやってますよね。そうなんです。一見ね、あの表向きは非常にラフで、はい、あの年齢実のように流血戦をやってるわけですよ。勝ち点のポイントの方は着々と上げてきましたからね。そうですね、その辺を見るとですね、はい、非常にそのラフな反面に冷静なものが秘められているんじゃないか、これがこのチームのインサイドワークじゃないかというふうに考えられますね。このアブドラ・ザ・ブッチャー、ザ・シーク組、この試合に勝ちますとザ・ファンクスを抜きまして、この勝った時点で12点、単独トップに躍り出ることになります。優勝候補に挙げられておりますブッチャー・シーク組であります。ビル・ロビンソンとザ・シークが対しております。おっと、サイドスープレックス、サイドスープレックスが決まりました。さあブッチャーが出ました。ブッチャーのトーキック、トーキシューズによりますトーキックが決まりました。ハンマーラインが決まりました。ザ・シーク
両選手とも非常にエキサイトしております。うまいハンマー投げですね。ハンマー投げ見事に決まりました。そしてピッチャーのチェンジが行われました。ピッチャーのタッチが行われました。ピッチャーがビル・ロビンソンの後頭部に頭突きを食らわしております。さあピッチャーの頭突き攻撃非常に威力を倍増しております。アルドラザ・ピッチャー頭突きですね。今回が14度目の来日でありますアルドラザ・ピッチャー日本のビルの後ろになりました。ポーッとピッチャーのエルボーを脱出しました。今のはうまく逃げました。そして本番にタッチが行われました。本番やるぞという中に多く手を回しました。山田さん試合前にですねホフマンに聞いたんですよ。そうしましたらこの試合はもう頭を使って勝つと具体的に作戦は言えないけれども相手の術中にはハマらないということを語っておりました。結局ね力と力でいけば負けますからね、はい、もうこういうねブッチャのような超大型超怪力ということになるかどうか。おっとブッチャがねレスリングやってますね。やりますね。やはり、ね、相手がテクニシャンだけにですね、相当ブッチャも考えてますよ。テクニックにはテクニックで対抗しようというこういったところはピッチャーも成長しております。さあ私オーストホフマンがピッチャーを投げ飛ばしました。いやーさすがにねこの対決見どころがいっぱいありますね。そうですね今のようなねピッチャーはあれだけね、はい、軽々と投げたことが他の選手は見たことないですね。ピッチャー132キロを持ち上げました。そしてビル・ロビンソンにホフマンからタッチが行われました。カモンカモンピッチャー来いとばかりビル・ロビンソンピッチャーの手を取ってそしてブッチャーに頭突き行きました。この辺りも面白いですね。ロビンソンブッチャーに頭突き行きますよ。ちょっとかなわないですね、はい、さあ今度はブッチャーの頭突きを腕でガードしておりますビル・ロビンソン。さあ後ろへ回りましたビル・ロビンソン。フルネルソンですね。フルネルソンに行きます。大きなブッチャーの巨体をフルネルソンで抱え込みます。そして自分のコーナーに持ってきました。ホーストホフマンにタッチが行われました。さあパンチ攻撃フルパート。ホーストホフマンがブッチャーを攻めつけます。現在まだのところクリーンなファイトが行われております。ヘッドツイストに行きました。オーストホフマンラフに対しては技で対抗しております。全くこの辺ですね相手の技を受け付けないという感じですね。まだザシークにタッチが行われておりませんので非常に樋口レフリーが止めております。まだタッチは行われておりません。史上最悪の悪党コンビとヨーロッパ最高コンビテクニシャンとラフファイターが対戦しております。ロビンソン・ホフマン、ピッチャー C 組であります。今までの、ね、はい、タイトルを見てきた感じではね、対ブッチャーに対してはホフマンの方がロビンソンよりいいですね、はい、さあそしてロビンソンにタッチが行われました。さあ C 組を痛めつけようというところであります。レッグブリーカー足を攻めつけます。ザ・シークに的を絞ったようであります。フォーク場外乱闘に持っていきますビル・ロビンソン。しかしちょっとブッチャーのを見てください。ブッチャーはずっとリング上にいます ね、 そうですね。この辺りは冷静ですね。乱闘が行われております。場外乱闘はビル・ロビンソンとザ・シークであります。この辺りやはり得点が勝ち点が8優勝候補に残っているそういったことを意識しての行動でしょうか。もちろんそうですね、はい、この辺はね大事にいかないと危ないですからね、はい、あった。おーと今度はザ・シークのフロットへ行きました、ね、白いもの私の目からはっきりと見ることができました。狂気を持っております。右手にザ・シークでありますすでに死体がシークの死体を割れております。ビル・ロビンソンの死体につきます。ジョー・樋口レフリーがその狂気を見つけておりますがまだ取り上げることができません。さあ今度は顔面攻撃狂気が出ました。狂気攻撃を見せるザ・シークであります。さあ今度は場外に出ました。アブドラザ・ピッチャーがビル・ロビンソンを捉えました。鉄柱にぶつける。鉄柱にぶつけましたビル・ロビンソン。そしてザ・シークが狂気で攻める。狂気で攻めます。ビル・ロビンソンダウンしました。ビル・ロビンソンダウン。やはりね先ほどロビンソンがね相当シークをあの机に叩きつけて痛めつけたのが、はい、まあ、この反撃になって現れてますね。そうですね、あのシークの死体が割れてますね。
飼育の死体も荒れております。そして館内から物が投げ込まれておりますが、これはいけません。かなりエキサイトしております。超満員に膨れ上がりました。大阪府立体育会館7500人の観衆があります。ブッチャーがビル・ロビンソンを蹴りつけております。そしてザ・シーク、ブッチャー組のコーナーに入りましたビル・ロビンソンであります。ちょっと脱出することができません。史上最悪コンビであります。2人がかりでやられてますからね、はい、ちょっとロビンソンも弱ってますね。まあこの両チーム、ブッチャー、シークですが、来日直前までアメリカ各地で血の闘争を展開して来日が危ぶまれたんですが、非常にいいそのすごいコンビネーションプレーを見せていますよね。そうですね、はい、あっとロビンソンの死体が割れましたね。ロビンソンも割れましたね、ついに2人がかりでやられましたね。さあ今度は試験です。指でつきます。ブッチャーの東洋の武術が出ました。シュッシュという声とともにロビンソンの死体を打ちます。非常にハッスルしておりますアブドルザ・ブッチャー。おっと鮮血に迫りましたビル・ロビンソンの死体です。おっとエルボードロップ、これは熱々です。ビル・ロビンソンよく逃げました、よく脱出しました。さあチョップの応酬です、チョップの応酬です。流血戦となりました、予想通りの流血戦となりました。ザ・シーク、アブドラブラ、ピッチャー組対ビル・ロビンソン、ホフマン組であります。おーっと体当たり、さあロビンソン体当たりが出ました。もう一回、もう一回エルボーチョップ、エルボーバットが決まっています。さあフォーンの体勢、フィニッシュに入った、カウンター2、ザ・シークが出ます、シークが出ました。シークがパンチ攻撃、さあブッロビンソンが、おっと人間注射の元祖ロビンソンが、あの132キロアブドラザ・ブッチャーの巨体を持ち上げることができるかどうか、手が腕が回りません。そしてザ・シークが出ました。しかしちょっとビル・ロビンソン危ないですね。そうですね、相当流血がひどいですからね、はい、これは珍しいですね。ロビンソンはめっちゃの武器じゃない、それも汗のことないんですよね。そうですね、あやはりまた場外での乱闘となりました。ブッチャーとロビンソンがやり合っております。おっとロビンソンの顔面が血に染まっております。そしてホースト・ホフマンがブッチャーを捉えています。この両チームリングアウトということになりますと、非常にブッチャーとしてはやはり痛恨のリングアウトになりますからね。そうですね、おーっと彼が打ち流されております。両者リングアウトになりました。場外での乱闘は続きます。その痛恨を晴らすようにブッチャーとシーク組がビル・ロビンソン、ホースト・ホフマン組とやり合っております。放送席に2回が飛んでまいりました。あれにあれとおります。アブドラ・ザ・ブッチャー、ザ・シーク組に対しましてビル・ロビンソン、ホースト・ホフマン組、結局判定は下っております。両チームリングアウト。従いましてアフリカ中近東代表のアブドラ・ザ・ブッチャー8点10そのまま、ビル・ロビンソン、ホスト・フフマン組、ヨーロッパ代表チーム7点そのままであります。ドレッシングルームへたどろうというアブドラ・ザ・ブッチャーを捉えましたビル・ロビンソンであります。館内が大荒れに荒れております。おーっとロビンソンがブッチャーとシークの死体を鉢合わせしました。このあたりロビンソンもなかなかの根性を見せています。そうですか、はい、ロビンソンがね、はい、今日はもう最後はテクニックをかなりしてて期待を割られてですね、大流血してからあとはもうファイトを珍しいと戦いましたね。こういうロビンソンの根性があったのかと、改めてこの人の凄さをね、もう目の当たりに見せられた感じですね。そうですね、まあ、終盤戦に入ってブッチャー、シーク組と対戦した、6チームはいずれも血の洗礼を浴びておりまして、対戦チームはいずれもそのブッチャー、シーク組に優勝させるな、ストップ・ザ・ブッチャー、シークということで結束している感じもしますね。今日の完全にあのストッパー役になりましたですね。そうですね、結局ブッチャー、シーク組対ビル・ロビンソン、ホフマン組は両者リングアウト、引き分けに終わったわけであります。違います、ですね、今ですね、はい、ジョーさんからですね、はい、正式に聞いてきたんですけれども、はいはい、
ロビンソン・ホフマン組がですね、はい、そのままリングアウトを取られてブッチャー・シーク組は勝ったということをですねジョーさんが今言ってるんですが、正式な判定だったんですか、はい、それはジョーさんがですね、今あのグロキ状態だったんですが、今桃田リングアナウンサーに告げたんですが、はい、そうするとですね、はーはーはー、あのブッチャーがね出た時点でもうその時にもうカウンテッドアウトされてたわけですね。そうです、はーはー、そうするとね、ブッチャーと、はい、